皆さんこんにちは、現役産婦人科医師の桃城一恵子です。ぐっすり眠って朝目覚めた時に疲れは取れたなぁと感じてるのに鏡を見てびっくり、顔にシワができているのに気がついたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。睡眠中にできるシワは消えるのに数分しかかからないのに、それが蓄積してしまうと消えないシワになってしまうこともあります。今日はそんなねじわの原因とその改善方法についてお話ししていきます。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。さて、シワといえば笑った時に目元に笑われる笑いじわ、そしてほうれい線などを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、私たちの顔に現れるシワの中には表情じわとねじわの2種類があります。表情じわは先ほど言った笑ったり眉を潜めたりといった表情の繰り返しでできるシワで、主に横方向にできる横じわが多いですね。一方でねじわは横向きやうち伏せで寝るときに顔が枕に押し付けられることでできるもので、縦方向にできる縦シワが多く見られます。これらのシワは特に年齢を重ねると固定化しやすくなり、修正するのが難しくなります。フィラーやボトックス、高価なクリームを使用しても効果は一時的であり、根本的な解決にならないことがほとんどですね。ねじわは表情じわとは異なり、その発生の原因も異なります。表情じわは筋肉の収縮によってできるのに対して、ねじわは外からの圧力、つまり枕と皮膚の接触によって生じてしまうものです。またねじわの多くは表情じわと直交する方向に形成されます。これらの違いなどによりねじわの予防には特別な対策が必要なのと、対策さえすればできてしまうのを防げるということですね。そこで効果的な対策についてご紹介していきますね。まずは枕カバーを見直してみましょう。例えばジャージー素材やフランネル素材の枕カバーは他の生地よりも肌に密着しやすくなります。そうすると肌への摩擦力が高まってしまう原因になってしまいます。その代わりにサテンやシルクのようにより滑らかな生地にすることで圧力が減り、摩擦がかかりにくくなりますね。2つ目が仰向けに寝るということです。うつ伏せだと肌が枕などに当たることでシワになりやすくなります。寝る姿勢を変えるのは難しいかもしれませんが、うつ伏せをやめるだけで肌への負担を減らすことができますね。もう一つが手をついて寝ないということです。手を顔に押し当てていると圧力がかかることでシワになりやすくなります。特に手との間だと摩擦がかかりやすくなってしまいますね。また手の油が顔に移ることでニキビの原因にもなってしまいますので注意が必要ですね。顔の肌にとって良いのは寝ている間に枕などに触れにくくすること、触れる場合もシルクなどの摩擦がかかりにくい素材にすることですね。4つ目が頭の位置を快適な位置にするということです。背骨のラインをまっすぐに保つ姿勢にすることで腰や背中、肩の痛みも起こしにくくすることにもつながってくれますね。さて、こういったねじわや朝のむくみを予防するためにおすすめなのがスリープ&グローのオムニオ枕です。この枕は独自の 3D デザインを採用していて、睡眠中の顔や首、肩の圧力を分散させることでねじわの形成を防いでくれます。このオムニア枕は整形外科医によって設計されていて、解剖学的に正しい体位を保つようにデザインされています。枕の形状が頭や首を自然な位置に保つことで首や肩、背中の痛みの軽減にも寄与してくれますね。私自身もこの枕を使って寝ていると仰向けでも横向きでも首が痛くなることなくサポートしてくれるので、睡眠中の不快感が軽減され睡眠の質が向上しています。この枕は最高品質のメモリーフォームを使用して製造されているんですね。メモリーフォームは体の重さと熱に反応して頭や首の形にフィットしてくれるので非常に快適な睡眠をサポートしてくれます。またカバーの素材にはオーストラリア産のユーカリ材から作られた天然ナノ加工素材であるテンセルが使用されています。
このテンセルは低刺激性で静菌性があり、敏感肌の方にも安心してお使いいただけますね。またコットンより滑らかで肌触りが柔らかく、通気性にも優れています。スリープ&クロー社のオムニア枕は世界30カ国以上で特許を取得していて、その独自性が保証されています。また購入日から3年間の保証がついていて、製品寿命は約5年間とされています。さらには30日間の睡眠トライアルと返金保証がついていますので、安心して試すことができますね。寝じわや朝のむくみは毎日の睡眠の質に大きく影響を与える要因です。これらを防ぐためには適切な枕の選択が重要です。スリープ&グローのオムリア枕は特許取得の 3D デザインと高品質な素材を使用していて、快適で健康的な睡眠をサポートしてくれますので、ぜひ興味のある方はこの機会にお試しくださいね。今ならクーポンコードを使用してお得に購入することができますよ。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。